チャーリーさん、こんにちは。見えてます？見えてました、見えてました。見えてました。くそー、擬態失敗。どういうことですか？擬態、あの、このパネルと。そうです、はい、パネルにあってもいいよ、デザインなんて。いや、チャーリーさんパネルで写真撮りたくないですよ。しっけーな。失礼しました。いや、来ましたね。はい、また来ちゃいました。っていうわけで、はい、今日もやっぱり、はい、こう、大笑いで聖地巡礼としてね、はい、そうですね、大笑いでアルパンプランを作ると。そうです、作りますね、はい。でさ、これ最近なんですけど、はい、ちょっともう何回かやってるとさ、はい、ちょっと視聴者様がなんかこう、もうどうせ作んねえだろうとか、はい、その安定の作らないとか言ってくるんですよ、はい、ほら俺らもう作る気満々で来てるのでさ、はい、でもちょっとやっぱほら、うちも芸人だし、そうですね、そこいい意味で裏切っていきたいじゃん。そうですね、裏切りたいですね。でしょ。だからもう今日はもう作ろうか、ましょう、うん、今日はもう、あ、作っちゃうんだみたいな。そうです。でそっから新しい展開していけばいいじゃん。そうですよ、うん、セカンドシーズン突入です。そうそう、でも今日は作ろう。はい、うん、な、うん、はい、で今日じゃあ何作ります？チャリさん、今日はですね、うん、ちょっと興味あるんですけど、うん、マーク4。ああ、そうか、そうか、新商品ですね、はい、新しく出てきた機体ですから。そうですね、はい、まあ、ちょっとマーク4戦車ですね。はい、わかりました。はい、はい、あ、ちょっと待ってもらっていいですか？うん、ちょっとせっかくぐらい来たんで、うん、ちょっと待ってください、うん、戦車じゃないですか。全く関係ない格好してるんですけど。マーク4、それは動画にとって大切なことかな。いや、大切ですよ、プラボムの動画なんだから。じゃあミカさん行きますか。ただそのチャレンジャーだったらずっと統一するのもしんどいと思っても、はい、いつでもやめてもいいんですけど。じゃあやめちゃいます。しんどいですよね。しんどいずっとは。もう、うん、プラモ作ってる時もずっとになっちゃうから。そうですね、うん、ね、じゃあさ、はい、まあ、プラモ作れるところまた探しましょうか、はい、そうですね、うん、でももう今日も早くとっとと決めて。そうですね、はい、今日すぐ作っちゃうから。そうですね、はい、うん、作りましょう、うん、はい、あれあれだったっけ、ちょっと待って、あれ、はい、マーク4だよね。マーク4です、はい。マーク4って、はい、俺確かこの間さ、はい、あのアイバーと喋ってて、はい、あいつがなんかこう作って動画上げたいなとか言ってたんだよね。あ、マジっすか。うん、やばい、あれ、はい、かぶっちゃったらあれだね。そうですね、あの Q さんも一度作られて、うん、これでマーク4を作って、アイバーさんも吉本マーク4分になっちゃいます、ね、そうだよね。、はい、あんまりよろしくないだろう。ああ、そうですね。一応ちょっと確認してもらっていい？あ、わかりました。電話、多分で今電話したら出るんじゃない？はい、ちょっとアイバーさんにちょっと電話していきます。うん、はい、出ない。あ、出ないです。多分今忙しいのかもしれないです。ああ、どうしよっか。そうですね。あ
早いとこあれだとこっちも帰らなきゃいけないしね。そうですね、もたもた知らないしね。アイバーさんが、うん、また多分折り返しかかってくると思うか、もしくはまたかければつながると思うんで、うん、そうですね、はい、ちょっとじゃああれか、はい、ああじゃああれか、サメさんチームのさ、はい、パネルでもちょっと回ってみるか。いいですね、はい、うん、で、もう来たらすぐ作ろうか。そうですね、はい、じゃあ行きましょう。そうしよう、うん、トゥルタ平野さん、うん、あそこの自動車屋さんに、はいはいはい、村上のパネルがあるそうです。あ、ほんと、はい、あ、じゃあちょっとそれ見に行こうか。そうですね、うん、来ましたね、はい、村上さん、あすごいね、やばい、いかちいね、はい、うん、武闘派ですねそうそうそう、なかなかだいぶ武闘派ですね、はい、じゃあチャーリーさんちょっと、はい、アイバーさんにあれするか。そうですね、はい、うん、ちょっと一回電話してみてもらっていいですか。わかりました、はい、寝てんのかな。あ、お疲れですもんね、アイバーさん。日に日に僕が大きくなるにつれてアイバーさん細くなってます、ね、寝てんのかもしれないね。そうですね、はい、まあまあまあ、じゃあもう一人ぐらい回ってみるか。そうですね、はい、そうしたらもう多分アイバーと連絡取れそうなんで、はい、うん、いや、チャーリーさん、はい、結構離れてましたね。そうですね、これ一番端っこですねアクアワールド、はい、茨城県大洗水族館ということでございまして、はい、ここは誰のパネルがあるんですかね。これはもうリーダーおぎんですよ。あ、おぎんのパネルか。はぁ、い、なる、中にあるのかな。中にあるそうです。すごいね、子供たちが向こうですごい遠足ですげえいっぱいいるんだけど。そうです、はい、うん、なるほど。完全にここに今入ったら不審者ですからねそうだよね、はい、まあ、とりあえずじゃあ何か入りますか。行きましょう、うん、はい、はい、いや、やっとお会いできました、はい、まさか水族館の中にあるとはねそうです、はい、もう食べるよりかもお魚とかで、ね、ちょっと楽しんじゃいましたね。で、はい、まあ、でもこれしょうがないよ。あ、水族館の中にあるからさ。そうです、はい、うん、やっぱりしょうがない、これは。なるほど、これは寄り道とかじゃないしょうがない、はい、うん、そうです、はい、そうそうそう、あとお銀さんだけじゃなくて、うん、ボーナスとこちら、そうそうそう、5名全員いますね。全員いますね。うわぁ、僕持ってますね。はい、ああ、いいですね。いいですね。みんな僕持ってるんですね。はい、ちゃんとそれぞれイメージした僕なんでしょうか。あ、なるほどね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、いいですね。いいっすね。チャーリーさん、はい、水族館最高だったね。いや、もう結構勉強になることが多かったですね。あ、うん、なんかあのこの魚を何でしょう、この配色見れば、うん、まあ、あのじゃあこの塗料とこの塗料使えば、うん、できそうだなみたいなのをすごい思いましたね言ってたね、なんかイワシのキラキラ見ながらなんか、はい、あれはホログラムですねとか言ってたね。そうね、下地はガイアさんの、サーフェイスアイボシルバーサーフェイスアイボシルバーすげえ言うじゃんサーフェイスアイボ大好きなんです。あ、そうか、はい、いや景色も最高だしね。そうですね、もうちょうど今日風が強い日なんで、うん、海がいい感じに波打ってる。波がねちょうどなんかこの風強いから、はい、うん、でこれなんですか、チャーリーさん。これこれは、はい、見てわかりますか。これ珍しいですね、はい、たこ焼きじゃなくてカニの爪ですかね。カニの爪焼き、はい、食べてみて、チャーリーさん。あ、いただきます、うんうん、じゃあいきます。暑いんだろうね。そんな暑くないと思いますよ。本当？はい、絶対暑くないと思います。あいや、まだ噛んでないじゃないですかまだ噛んでないですよね、チャリさん。どう、チャリさん、たこ焼きは、うん、あれですか、タコの弾力も あるじゃないですか。はいはいはい、はい、楽しむんですけど、これはもう、はい、カニの風味を、あ、そう、口に入れた瞬間からカニの匂いが鼻に入りますね。いいね、すごいですね。じゃあ俺もちょっと呼ばれるわ。はい、じゃあこのうまさ、もうまさにアルティメットニッパーちょっと、あ、カニだからってことですかいやどうしたんですか、チャリさん。熱い熱
じゃあこれ俺もらっとくからさ、じゃあさ、あの相葉さんにさ確認の、うん、電話だけ、風がすごいね、はい、確認の電話だけ取っていいですか。うん、まだ出ない。やっぱ出ないですね。やっぱちょっとあれじゃないですかね。結構制作とかでお忙しいんじゃないですかね。あ、プラモ作ってるってこと。はい。ああ、あれか、塗装でもしてんのか。ああ。そうしたらほらスマホ気づかなかったりするじゃん。ああ、確かにそうです。コンプレッサーとあのね、はい、塗装物質の音でさ。はい。ああ、もうちょっと待ってみるか。そうですね。うん。でもちょっと他回ってちょっと時間潰して。はい。ちょっと相葉待ち。そうですね。うん。いやすごいですねチャーリーさん。はい。ご身体のように温められてますね。すごいね、はい、いやなるほどね、はい、あ、こうやって、あ、こういいね、ショッピングバッグ、あ、はい、いいデザインです ね、 ね、うわ、すっごい、もういっぱい、いっぱい送ってます、はい、はい、すっごいです、これ部長も好きそうですね、うん、安倍カジだからね、はい、うん、いや、チャリさん、買ったね、いや、買っちゃいましたね、これ、海賊のマークに、うん、これ、うん、いいですよね、これ、はい、これさ、普通にさ、はい、開いたその袋をさ、はい、プラモ入れとかにもできるもんね、あ、いいっすね、うん、はい、よくほら、あの完成品、うちら持ち運ぶの多いじゃん、そうですね、だからこれに入れてさ、はい、いいですね、はい、これ私が着るやつ、はい、これいいっすよこれ、はい、あの湾岸戦争とかの時の、はい、あのチョコチップ迷彩、はい、今なかなか手に入んないですよ、はい、うん、よくない、いいっすね、うん、俺ゲットしちゃいましたよ。でチャーリーさんは、はい、アメリカの軍隊さん、はいはいはい、練習のジャージですね。ああ、なるほどね、はい、でもちょっと僕あの結構長袖のこうジャケット持ってないんで、はい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 、これあるとすごい助かる。いや、秋口いいですよね、はい、それで運動してちょっと痩せた方がいいんじゃないですか。それはあの言わない役です、あ、本当、はい、でももう今すごい渋滞してますよね。だってお店がさ、チャーリーさん、はい、あのサメさんチームでさ、はい、でそれ言ったらもうケイさんみたいなもんじゃん、アメリカ軍だから。あ、で後ろで今着てるのがさ、はい、もう継続でしょ、はい、うん、Go ahead チェさん、はい、相葉さんの電話、あー、そうですね、一応してみようか、わかりました、うん、ちょっとすぐ遠くに行くけど別にここで電話していいんだよな。いつも遠くに行くじゃん。ダメです、全然繋がらないです、繋がらない、はい、チャーリーさん、はい、一回一回遠くに行かなくていいと思うよ。あ、確かにそうですね、うん、ごめん、うっかりしてましたね、ごめんね、はい、毎回遠くに行くけど、はい、もうここで別に大丈夫だから、わかりました、うん、ピザロさん、うん、あそこのオラクルっていうところに、はい、ラムがいるらしいんですよ。あ、ほんと、はい、ちょっとじゃあパネルで、はい、だけでも、うん、もうそろそろ多分アイバーとつながると思うからさ、そうですね、もうあんまり寄り道せずに、はい、パネルだけとかでも、もしあれだったら、うん、はい、はい、あー、なるほどね、ラムさんの、はい、このこういう感じだ、そうですね、いいですね、結構この子の好き、制服改造されてますね。あー、なるほどね、ちょっと腹減ったね、チャリさん、そうですね、うん、時間がお昼だから、そうなんですよね、うん、どうしますか、ちょっとご飯食べますか、はい、そうですね、ね、はい、チャリさん、あのご飯なんだけどさ、はい、あの母ちゃんの店ってあるんですよ、はい、はいはいはい、そこにちょっと行ってみたいなと思って、ああいいですね、うん、ここパネルは何なんですか。パネルとかじゃないんだよ、はいはい、まあ、そのガルパンとかじゃなくて、はい、もう普通になんか評判いいね、あ、食べログとかでもすごい点数 3.5 とか高いし、ああすごいっすね、しらす丼とかうまそうだから、はい、ちょっともうそこ行かない、あ、わかりました、もういいんじゃない、うん、はい、とりあえずご飯の時はちょっと忘れようよ、で、まあ、食べ終わってからちゃんとまたしっかり、申し込まれました、相葉に連絡して、はい、うん、最高だったね、あ、撮ってます、撮ってますよ。
撮ってますよ、ジャニーさん。はいはい、いやうまかったね。美味しかったですね。いました、あのかき揚げのでかさ。あれしらすのさ、はい、かき揚げさ、はい、あのしらすだけじゃなくて、普通のなんか鮭とか他のお魚とかも入ってたよ。すごいかき揚げでしたね。しらす丼とさ、はい、なかなかでしたね、あれ。いや、ただね、漬け丼の方も、うん、なかなか魚身がギュッて引き締まってね、はいはい、大丈夫ですかね。大丈夫、大丈夫ですかね、うん、飛行機の音が。漬け丼どうでした？漬け丼もあれです、もうあのお魚がギュッと身が引き締まってて、うん、口に入れた瞬間もちゃんと歯ごたえがあるんですよ。ああ、すごかったっすね。いや、うまかったね、はい、最高でしたよ、はい、うん、でちょっとはい、あ、忘れてた、アイバーさん。あ、そうですね、はい、うん、悪い顔して、悪いデブだよ、ジャニーさん。今悪いデブになってるよ。デブってやっぱ人が良くないとダメだからですね。ダメです、出ない、はい、また出ない、はい、あ、そうか。もしかしてアイバーさんなんか倒れたんじゃないですか。なんで？いや、だってあの日に日にやつれてる。まさかな、まさかかな、ちょっと心配になってきた。あ、まあいや、とりあえず、はい、あと1名か。あ、そうですね、カトラス、うん、カトラスのとこ行ってみるか。行きましょう。その頃にはちょっとアイバーさんから連絡来てですか。そうですね、はい、もうちょっとでドルフィンだね、チャーリーさん。そうです、ね、この辺か、チャーリーさん、ドルフィンは。そうですね、 あ、なるほどね。刑事館のカラオケですね。あ、本当だ。あ、あそこなんだね。ちょっと待って、うん、来ました。アイバーさんから来ました。嘘、本当だ、はい、ちょっと、はい、うんうん、スピーカーにしてできる。もしもし、お疲れ様です。あ、お疲れ様、ごめんごめん、何度も。あ、よかった、繋がった。あ、アイバーさん、ごめん、アイバーさん。あ、おはようございます。おはよう、キュー太郎です。あ、はい、おはようございます。あのさ、はい、あの、ね、前に、はい、あの、アイバーさん、マーク4作ろうかなとか言ってなかったっけ。マーク4ですか。うん、で、なんかそれ作って動画上げたいなみたいな。あー、マーク3ちゃいます、それ。マーク3ですわ。マーク3、マーク3、はい、ガンダムマーク3の子でしょ。あ、ガンダム、はい、ガンダムのマーク3か。あれ、キュータロさん喋ってましたよね、リボンワンハンドレットのガンダムマーク3。あー、あれ、リボンアンファンハンドレッドのガンダムマーク3か。ああ、はい。あ、そうですけど。あ、そうか、そうか。あ、それ作ろうって言ったんだっけ、アイバーさんね、確かね。そうですね、ちょっとやろうかなと思ったんですけど。あ、ごめんごめん。あ、大丈夫大丈夫。それの確認、確認だけ。大丈夫か。うんうん、ごめんごめん。その確認ちょっとしたくて。ああ、了解です。はい。すいません、申し訳ないで。いえ、うん、はいはい、すいません。はい、失礼します。はい。どういう顔なんですか、それ。チャリさん、どういう顔なんですか。なるほど。マーク4と3の、マーク3だったね。はい、マーク3だわ。なるほど、はい、ガンプラだったわ。そういうことだったんですか。あ、全然かぶりはしなかったね。そうですね、うん。どうする、でも、もう結構いい時間だよ、もう。待ったんですけど、そうですよね。結構回ったからね。はい。どうする、だってもう、今から始めてももうすぐ暗くなっちゃうし。そうですね。うん、もう夏じゃないから。はい。どうする、もういいかな、どう思う。戦車も作らなくたっていいんじゃないかな。そうだね、ミカさん、そうですよね。じゃあさ、はい、あれじゃない、もう最後あと一人、ドルフィンもう近く来てたから、はい、ちょっともうそこ行っても帰ろうか。そうですね、はい、うん、ね、はい、ドルフィン行こう、行きましょう。じゃあさん、着きましたね、最後のね、はい、うん、ここなんですよね、はい、ドルフィン、はい、うん、ここがあの劇中のあれですよね、はい、あのどん底でしたっけ、はい、あの、こうです
つで、うん、よーほーわーけーのほー海を行けなら津の海を越えて行くぞこんな腰をくねくねしながらこんな歌ってますね。そうか、はい、やってたね、はい、ちょっと指相撲でもしてあれするか、カトラス、うん、はい、ちょっと指相撲、カトラスだっけ、指相撲はカトラスとレイゼンさん、まあ、ここ、はい、まあここ、まあここで行われてたってことで、はい、でしかもパネルがね、はい、パネルがちょっともうまだ開店前でないんですよね、そうなんですよね、うん、でちょっと指相撲やって、はい、チャンネル登録よろしくお願いしますでいいかな、はい、よっかあああああチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。